寺院でで細川貴国軍軍とと三好の軍との間で行われた戦いこの戦いで勝利した高国は、細川氏当主の座を固め、13年にも及ぶ、家督争いに一旦決着をつけ、室町幕府官僚として、県政を振るった。細川氏の家督は、細川高国と細川住本が奪い合っていたが、 英正8年の船岡山合戦で敗北した住本、これ長主従は住本の本拠地阿波へ逃れ筆測した。これに対して高国は家督と官僚職を確保して幕府の実権を握り、9年間は機内最大の大名として勢力を誇った。ただし近年になって、馬部隆高弘は船岡山合戦の時に住本の祖父で、 阿波細川家の実権を握っていた、細川茂之と三好これ長は出兵に反対して参陣しなかったこと。これ長は、住本と対立したために一時高国に内通していた。ものの、茂之の死後に高国が阿波を細川昌春に与えようとしていることを知って住本と和解して高国、昌春と対立したこと、また長年阿波に君臨していた。 重行及び道家を継いだ細川の持ちが相次いで亡くなったことで、阿波が騒乱状態になって、住本、野長はその鎮圧を優先して高国との戦いを後回しにしたことを論じている。だが、永正十五年に幕府の軍事力の要だった大内義雄が中国地方へ戻ったことから、情勢は不穏になった。この機会を捉えた住本、 これ長が高国の地盤である、摂津国人衆の調略を働きかけ、翌英雄19年10月に、下田中将主池田信政が寝返り、迎え撃った広告軍を破ったからである。11月に、住本、これ長が兵庫に上陸した高国派の河原林、正よりがこもる小清水城を、包囲3ヶ月後の英雄17年2月に、 小清水城が落とされると、動揺した高国は、大江坂本へ亡命。将軍、足利義種は、高国と別れて、住本指示を表明した。後期と見た、住本らは、上落を図ったが、住本は、痛み城に泊まりこれ町が、先方部隊を連れて高国が去った後の京都へ、進軍した。住本が残された理由は、 これ長が足場を固め安全に上洛できるように、するため先に上洛したとも、住本の体調が思わしくなかった、ともされている。3月27日に上洛を果たした、野長は、住本の代理として自社への金星発給や高国派の追悼命令などを発し、吉種から住本の家督承認の御礼を述べるなど、順調に処置を進めた。だが、 高国は敗れたとはいえ健在で、大見で逆襲の機会を伺っていた。5月3日、大見守護、六角貞よりの支援を取り付けて、万全の準備を整えた高国は、京都の東郊外の匂意ヶ岳に進軍。援軍の六角軍はさらに西へ進み京都東の吉田に大機。北から丹波守護代の内藤正政率いる7000人の援軍も、船岡山に到着。 合計4万の広告軍は、北と東から、三好軍を挟み撃ちにした。対する三好軍は4000人から5000人と、圧倒的に劣勢である上、大将の住本が不在で、士気も上がらず敗北は、確実となっていた。5日正午に戦闘開始、京都西端の当時時に待機した三好軍は、少数ながら奮戦したが、国人衆の寝返りについて、京都の医者、 中来田摩都房は日記に当日の状況を書き残し、国人が野鳥に愛想を尽かし、人質に取られていた家族を奪還すべく先に、四国へ逃れたと寝返りの原因を推測している。また、真一発のところで戦場からの離脱に成功したものの、これ町と共に、阿波の宿老的な地位にあった海部市の兵も、三好氏の兵と共に取り残されていることから、さぬき、阿波を支配する、 宿老僧と国人僧の対立が露呈した可能性もある。これ長は非満体で京都から脱出できず、敗北後は京都に潜伏していたが、高国の追悼で捕らえられ、6日後の5月11日に処刑された。お井の慎五郎も同日に、2人の息子、芥川長光や三好長則も翌日の12日に処刑された。 住本はこれ町の敗北を知ると7日に、伊丹城を抜け出し、摂津と阿波の回路が、河原林正よりら高国派に封鎖されていたため、針前進路を変えて、阿波へ戻れたが、すでに病心だった住本は、体調が悪化、6月10日に死去した。三好氏と阿波細川氏の家督はこれ町の孫元長と、住本の子春元が受け継いだが、 当時因の戦いで受けた打撃から立ち直れず、再度必測を余儀なくされた。将軍義種は住元に倶楽して、家督を承認していた事実から、当主に復帰した高国との間が気まずくなり、大英元年に、淡路へ出奔、再挙を図ったが果たせず、大英三年に没した。高国は義種に構わず別の将軍を擁立、足利義春を次の将軍に立てて、 自らは官僚として実権を握った。対抗勢力を駆逐した他国の政権は安泰となったが、6年後の大英6年に起こった些細な衝突に不公平な裁定を下したことから、丹波国人衆の反感を買い、彼らと阿波の春本たちとの結託及び政権、崩壊を招いた。ありがとうございます。